トラノモン駅は東京都港区トラノモン一丁目にある東京地下鉄銀座線の駅である。駅番号は G07 相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。一番線側にある西新橋方面改札外に日比谷線トラノモンヒルズ駅や東京 BRT のバスターミナルに通じる地下連絡通路が設置されている。一番線ホームに 中谷道子製作のパブリックアート、白い虎が見ているが設置されている。2018年11月22日から、スイッチ製作の発射メロディを使用している。曲は1番線が、シトラスの香り、2番線が、玉サイである。2020年度の1日平均乗降人員は72,618人で、あり、東京メトロ全130駅中31位。 近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。当駅のほぼ直下を、日比谷線が通過している。銀座線計画時には、日比谷線の建設は想定していなかったため、日比谷線建設に際しては、上下線間の柱を壁のようにして補強を加えた。2020年6月6日に開業した、日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅とは、地下道で結ばれている。 ありがとうございます。